乗り越えネットニュースをご覧の皆さんこんにちはえシューガーリキャスターの尾辻かな子ですえ今日もえ皆さんと一緒にえ今気になるニュースえ見ていきたいと思いますえどうぞよろしくお付き合いくださいそれではえ私がピックアップしたニュースえ皆さんと一緒に見ていきたいと思いますえ今日はこの5つのニュースを取り上げたいと思いますえまず4月13日 J アラート朝にですね北海道に発出をしそして訂正がありました4月11日ミャンマー軍の空爆によりえ民間人に多くの死者が出たえ CNN では133人という報道が出ています4月12日元ジャニーズジュニアのカウアン岡本氏がえ記者会見をしましたえこのことについて取り上げていきます 4月15日、和歌山で岸田総理の演説前に爆発物が投げ込まれるという事件がありました。4月13日、入管法解約、衆議院本会議で代表質問始まる。この5点、見ていきたいと思います。はい。まず最初に J アラートについてです。で今回の J アラート発出については、 様々な今議そこでちょっと時系列で並べてみました。実は7時55分に J アラートを発出され北海道周辺に落下する可能性がある。でここからですねテレビなども報道が一斉にこのニュースに切り替わりました。ところが実は共同通信では この53分頃ですね、7時53分頃に、日本の EEZ 外に落下したと、これはもうすでに、えーあ、失礼します、7時52分でしたね、日本の EEZ 外に落下したということを、日本政府関係者が、まあ、すでに明らかにしているということなんですね。ということは、 え、一体この発出に意味があったのかということがま問われるわけですえ、このまた不自然なえ。今回の発出はま8時15分には訂正されてえ、我が国領域への落下の可能性はなくなったということでえ、結局ですねえ。日本のいわゆる eez 外に落下していると。 いうことで、領、え、海、ー、排他的経済水域よりも外に落ちているということなんです。ですので、えっとまあ今回のこの J アラート発出というのが、まあ何のための J アラート発出だったのかということですね。あのこうやって、ええー、まあアラートを鳴らすことで、例えば、えー、やはりこの 警戒心を煽るというようなことが起こっていないのか、また、やはり排他的な感情を引き起こすことになっていないのかこ、このアラート発出の有用性ですね、ついて私たちは冷静に今見なければいけないのではないか、えそれをはっきり示したのが、まあ、今回の J アラートだったのではないかと思います。 ですので、えっとまあ、こういったニュースもです、ね、やはり冷静に見ていく必要があるというふうに私は思いました。はいでえーまあ、これでですね、ちょっと素粒子という、えっと、朝日新聞の、えーまあ、なんかコ,ラコラムというか、風刺をやる、えーまあ、短文の、えー、欄があるんですが、まあ、そこではこのように、えー、このことを風、まあ、刺されました。まあ、腑に落ちぬことがいろいろあるということで、 え発射後のミサイルの行方をつかめないのになぜ発射前のミサイルの狙いは分かり先制攻撃できるのだろう。ですよね。えー、今回の、まあ、発射で一体どこに落ちるのかどこに行くのかレーダーから消失しましたからわからないのに、まあ、今、えー、国会で議論されている、えー、いわゆる敵基地攻撃能力 まあ反撃能力と呼ばれれるもものですけれどもそれはまあ発射前のミサイルの狙いが分かって先制攻撃ということですからなんか今本当に日本政府がやろうとしていることというのは、まあ、ただ単に防衛費を倍増させたいだけではないか役に立たない兵器 を米軍かから買うだけに終わるのではないかこういったことも、やはり私たちあの、しっかりと見ていかなければいけないと思います。特に、今、補欠選挙が行われています。参議院、衆議院ともに行われておりますし、統一自治体選挙もあります。こういった中で、皆さんの投票の判断の一つにしていただいたらなと思います。まあ、ちなみに、この素粒子はですね、IR、カジノ、 が大阪で認定されたことも揶揄していまして、えー、博打で地域おこしの、えー、博打が裏目に出たら誰がどう責任を取るのだろう、えー、裏目に振ったサイコロの反対の側の目博打にはつきものだということで言っています、まあ、これも大阪ではあの大きな議論になっていますし、えー、この見込みがですね例えば利益の見込み、えー、来場者数の見込みというのが、まあ、あまりに課題ではないか こういうことも言われていますし、カジノで経済成長するというのは、まあ、基本的にはあのごまかしというか、まやかしですね。というような部分、これもたくさんあります。こういったことをまた今後やっていきたいと思います。まずは、この J アラート発出について、ちょっと本当にこの発出というのが、あの時系列的にもですね、そして有効だったのか、これは もう一度検証しなければいけないことだと、えー、考えています次にミャンマーの話ですえー、今回ですねえー、ミャンマーのえー、地域でありますけれどもえー、北西部のザガイン管区のカンバルの村でですねミャンマー軍がまあ、戦闘機による空爆とあとヘリによる攻撃をしたということでまあ、これはまあ、ミャンマー民主派の統一政府 は人が死亡ししたといいううふうに発表をしていますでこの日はミャンマーの新年の始まりに合わせて地域行政事務所の開所式が行われていて、まあ、飲食がふるまわれていたということなんですけれども、えっと、午前8時ごろに軍事政権の航空機が空爆してそしてその後 MI35 ヘリコプターが旋回して村を射撃した。 これがもう何ていうか遺体がバラバラになってしまって、えー、結局そのことが起ここっていますでこのミャンマーに対する空爆というのはもう600回以上、えー、行われているというふうに報道されていまして、まあ、これはもう本当にですね戦争犯罪であり、まあ、人道に対する罪です。 もう本当に許されない行為だと考えます。えー、あの私はですね、最近その、えー、介護現場で仕事をしてるんですが、えー、その介護現場には実はミャンマーからの若者たちがいます。えー、彼らはまあ専門学校に通って、えー、介護福祉士の資格を取り、そして在留資格、介護でまあ働いているんですが、まあ、そういう彼らと話をしていると、もちろん、えー、休みになっても 自分の国に帰ることはもうできないんだということを言っていたりします。そして今回のように、隣の村が軍に襲撃されたとかですね、軍の言うことは一切信頼ができない。だから自分たちは民主主義を取り戻すために、この日本でやれることをやるんだ。これが二十歳過ぎたぐらいの 若い子たちが言っている状況があるわけですえ。日本の中でこうしてミャンマーの方がですね、例えば日本の高齢者を支えている現場にもいる中で、じゃあその彼らの国がどういうことになっているのか、そしてそれに対して国際社会として、また日本として、そして一人の日本に住む人間としてできることはたくさんあると思います。え関西には例えば ビルルマのの支援グープもありますこういったところへの参加とかですね寄付をするなど国際社会の中で支援をしていくそして私たちはこういうニュースをしっかりと見るこれが必要なんだと考えています次ですこれはジャニーズの 亡くなったジャニー北川さんの加害の問題です。4月12日に元ジャニーズシュニアのカウアン・岡本さんが記者会見をいたしました。その記者会見の内容は、ジャニーさんによるジャニー北川氏による未成年に対する性加害の告発であります。しかし、この記者会見を含めて、その前にあった えー、BBC の、えー、ジャニー喜多川氏による性加害の報道も日本の例えばワイドショー情報番組、えー、そして日本のニュースでは、えー、大きく取り上げられることがありませんそしてジャニーズ事務所の公式発表というのも、えー、かなりですね、まあ、おざなりの、えー、通り一辺倒な、えー、答えに終始をしています。 でこれについては、しっかりと取り上げる必要があります。これは日本社会の大きな問題です。え権力のある人、特に芸能界や、芸能界に大きな力のある人であれば、未成年に対する性加害がうやむやになってしまうということはあってはなりません。えこれは、 アメリカでもミート o 運動があってえそしてその中でとても影響力のある男性プロデューサーがえそれによって権力を失うとえきっちりと裁かれるということがありましたですのでえ本来ジャニーズ事務所は第三者機関第三者委員会などを設けて弁護士などによるまず実態解明事実把握をする必要が必ずあります。 これを今していない状況で、ジャニーさんが亡くなったということでもって、うやむやにしてはなりません。そして、そこでいるこの、今、じゃあタレントたちにも被害はなかったのか、また、同じようなことが起こることは絶対にないのか、被害者に対しての救済、またカウンセリング、こういったものが行われるのか、まだまだ やらなければいけないことがたくさんあります。えー、うやむやになってはならない、えー。そう思われる方は、今、例えばチェンジ・ドット・オルグでもですね、えー、こうして署名などが集まっています。これがうやむやになってしまえば、えー、これからも日本社会の性加害は、えー、結局、泣き寝入り状態になるのではないか。えー、そういう恐れもあります。 これをきちっと日本社会の問題としてメディアが捉えられるのかどうかそれが問われていますので皆さんもぜひこの問題関心を持って一緒に発信をしていただければと思います次に最近のニュースです4月15日和歌山県で岸田総理の演説前に爆発物が投げ込まれました えそして投げ込んだえ方はまあ,あのその時の現場で逮捕ということになっていますえ今ですねえちょうど参議院選挙と衆議院選挙の補欠選挙がありこの和歌山一区でも補欠選挙が行われている最中ですえこういったところはやはりその例えば総理であったとしても有権者とやはり近い距離で触れ合うということ やはり選挙にとっては立候補者や、まあ、その政治家とやはり議論する話ができたり話を聞くことができるやっぱ貴重な機会になるわけです。えその中でえこういった爆発物が投げ込まれるといったようなえ暴力による言論の封殺え暴力による言論への弾圧というのは え本当に許されるものではありませんこれは民主主義の根幹を揺るがすものでありこれが総理与党野党問わずえこういったことは起こってはならないことです。これは民主主義を阻害していますのでえ強く非難をしたいと思いますえ。二度とこういうことがあってはいけないしえ逆にこういうことう。 まあ、安倍総理に続き2例目になりますけれどもえこういったことが続けて起こるようになるとえ選挙のあり方自身も変わっていってしまうつまり安全性ということで言うと、えーまあ、例えばその、まあ、今でも金属探知機を使いますあのかなりなんというかこう SP がつくような方が来られるときというのは基本的に金属探知機を使ったりとか 距離を取ったりとかはやっています。かなりその受け入れの段階で警備にはかなりあの負担がかかります。で、これがさらに進むと、例えば安全な室内でしか演説ができないというようなことも起こりうる話になります。ですので、こういう暴力に対する暴力での言論、封殺は与党、野党関係なく まあ強く抗議をしていかなければいけないと考えています。はいえー、そして最後5番目のニュースですえー、これはえ4月13日から、えー、衆議院の方で入管法の解約ですねえー、この審議が始まりました。えー、そして代表質問が始まっていますえー、このことについてえー、ちょっと皆さんとお話をしていければと思います。 でえ今回のえ改正案ですけれども2年前に入管法改正というのはえ一度廃案になりましたえその理由の一つはウ間さんウ三田三りさんがえ名古屋の入管の収容でえ亡くなったえそれもえご本人は医者に連れてってほしい見せてほしいと言っていたのを、まあ、ずっとごまかし続けながら結局衰弱して亡くなった。 とということでえ入管の収容者に対するえ医療はどうなっていたのかえまたえその体制はどうだったのかということでえ大きなニュースになりえそしてみ皆さんが憤るえこの一体日本の入管はどうなっているのか人権が全く守られていないじゃないかということで今やるべきはウィシマさんがなぜ死んだかと。 亡くなって命を奪われてしまったのかという死因究明であってこのような例えば難民申請を何回これで言うとです、ね、今回の改正により3回目出した人はです、ね、相当な理由がない限りは強制送還の対象にするということでつまり1回2回これで難民認定されなければ 3回目になるときは、もう強制送還の対象ですよという回数制限が入ります。さらに、えー、この全県、えーあのーまあ、収容すぎというんですが、えー、全員を収容するというのではなくて、えー、例えばこう仮放免とかを今しています。で、この仮放免にも、えー、大きな問題があって、都道府県をまたぐ移動ができないとかですね、えー、仕事ができない、えー、さらに言うと、 国民健康保険に入れないので医療が必要な時に10割負担になるというえもう本当に日本で暮らすことをですねできないような状況に置かれてしまうわけですがじゃそういう方々を支援する人たちをえ管理人と呼ぶということでえこれは管理する側に回ってもらうという支援者がというような話でですねもう全くとして今の 入管の問題を解決する問題ではありませんし、2年前の廃案になった入管法と何ら変わらないえ骨子がそのまま残っているようなものなんですね。これはこのまま通すわけにはいかないということで、えこれ今週ですね、国会でも衆議院議どんどん議論になりますが、ちょうど統一自治体選挙後半でもあり、あまりちょっとニュースにならない可能性があります。 ですので、まず世論をしっかりと盛り上げていくことが大事です。えー、牛島三田サさんの、えー、例えば編集した、えー、画像が出てきましたけれども、まあ、それに対して、えー、斉藤法務大臣はですね、まあ、これは勝手に支持者が編集したものだというような形で、えー、その、まあ、動画自身をですね、なんか価値を貶めるようなことを言ったりもしています。今、日本社会というのは、すでに様々な えー、皆さんが日本で仕事をして共に暮らしているわけですね。そんな中で、えー、この排除をこのように認めてしまうっていうことは、もともとの国際人権法とかですね、難民条約違反にもなる話ですから、えー、しっかりと反対の声を上げていく必要があると思います。えー、さらに、えー、この今回です、ねえー、議論の中で 立憲民主党の山田勝彦衆議院議員え、彼は長崎出身なので、えっと、大村入管があるところですけれども、えー、が、例えば質問を、えっと、4月13日の衆議院でしております、えー、それを見ると、この、えー、前々回、私がウガンダの、えー、難民認定の話をですね、支援しているラフィックの田中代表と、植田雄介さんとウガンダの状況について、投稿いたしました。で まあその時の実は入管の難民の認定の方法がやはり非常にずさんだったということを本会議でも質問をしています。で、まあ、ウガンダというのはあの今、世界で最悪の同性愛に対する世界最悪の法律を通そうとしているということで、まあ 性行為をした本人は死刑になる可能性がありますしその方々に家を貸したりした支援者も犯罪者として逮捕するという、まあ、本当に類いまれなひどい法律なんですがじゃあここに変え帰れ,れないレズビアン女性がどうなったのかということですけれどもあの、まあ、他の先進国ではウガンダの同性愛者への難民認定率は高いと。 それにもかかわらず、これ、赤線のところですが、入管はわずか1か月で難民不認定処分を行い、女性が求めた口頭意見陳述も開かずに審理手続きを終えました。ということで、 でこのウガンダ人女性は入管庁によって迫害を受けた母国へ強制送還されるかもしれないという不安と恐怖に怯える日々を3年間のもの間過ごされていました。裁判所で会うと毎回泣きながら震えていたそうです。ということで、まあ、あの他の先進国では到底考えられない。でこれは結局司法がですね大阪地裁が難民認定したんです。と いうような初めての司法判断による難民認定でした。ですからこのようなウガンダ女性が2回難民申請がえもう受け入れられなかったら次は強制送還になるという法律なんですね。こあまりにもやはりこの難民の認定機関というのを本来は第三者機関にえ委ねるべきであるとえこの政府が入管の中で どういう基準かわからないまま、自分たちの、まあいえば、その、なんていうか、運用次第で、この人はできる、この人はできない、みたいに考えていくのは本当に許されないことだと思います。ぜひ、ご注目をいただきたいと思います。はい、そして、えー、一つ、これからのイベントのご紹介をさせていただきます。 これは飯山由紀さんがです、ね、あの関西の方でイベントするということで、あの東京都が彼女の作品を、まあ、あの上映を禁止したということがあります。で、それ、モチーフが関東大震災の朝鮮人大虐殺だったわけですけれども、これは今、あの東京の方では大きな大きな問題になっています。なぜ東京都の人権部が上映禁止にしたのか。 ということについての、えっと、この、まあ、いわゆる表現の自由を巡る問題ですけれども、これが、えっと、同志社大学で、えー、イベント、そしてパネルディスカッションがあります。えー、4月の29日土曜日、1時半から17時半、5時半まで、同志社大学の完売館のハーディーホールということで、これは対面のみになります。えー、無料で申し込み不要ですので、ぜ、え、ひ、ー、とも、えー、皆さん、 あのちょっとなかなか関西でえこういうシンポジウムがあのなかなかあのなかったのですごく嬉しいなと思うんですけれどもえぜひご参加いただけたらと思います。ということでえ今日は、まあ、今週え最近のニュースを皆さんと一緒に見ていきましたえ。そして今週は統一自治体選挙が各地で行われています。え地方参政権が得られない中で 投票したくてもできない皆さんもいる中でやっぱり一票を持っている皆さんが、えー、ちゃんと政治に参加をしてその意思を表明する、えー、非常に大事なことになっていますので皆さんぜひ投票に行っていただきたいと思います、えー、本日はお、えー、辻かな子が乗、えー、り越えネットニュース、えー、キャスターとしてお送りをさせていただきました、えー、また今後ともよろしくお願いいたします本日はご視聴ありがとうございました